チーム欲求不満。どっすどうもファイトです。今回から学園ハンサムっていう伝説の BL ゲーをやっていこうと思います。よろしくお願いします。で、このゲーム BL ゲーっつっても相当すごい BL ゲーらしいからまあちょっとぶっちゃけちょっとわかるんだけど、ハンサムもういきなりこんなんだから楽しみなんだよね。でさ、もうあのなんだろう、乙女ゲーとかヤンデレゲーとかやってるんだけど、で今回 BL ゲーやるんだけどなんかあのもうお前クソだなとかって思わないでください。至って普通の人間です。はい。ちゃんと働いてます。はい。ってことで、名前を決めてくんだね、最初に。大体、なんか初見じゃないっつうか、ほぼ初見なんだけど、どういうゲームかっていうのをあらかじめちょっと調べておいたんで、まぁちょっとやっていこうと思います。名前どうしよっかな。ちょっと俺ホワイトだから若干白っていう名前を入れたいな。ってことで、なんて読むんだよと思うかもしれないんだけど適当に、適当っつうか、まああのなんだろう、自分的にはこの白状ホワイトっていう名前にしたんだけどネーミングセンス無なんだけどあれ、ちょっと待って、これ OK かな。この名前ね、白状ホワイトさんね。 OKOK。 でさっき一回なんか間違ったんだよね、なんか名字のところで全部名前やってたから白状ホワイトホワイトになっちゃうから、ちょっとそこをちょっとやめてきました。もう一回やってきました。はい。ということで、操作説明、次を読む決定で1本タッチ、メニューを開く2本タッチ、強制スキップ3本、強制スキップなんてあんの。あー、だいたいわかったね。はい、始まりました。4月始まりの時、遅刻だ。僕の名前は白状ホワイト17歳。この春親の転勤でこの新庄市に引っ越してきた。実はこの町には昔住んでいたことがあって、ここに戻ってくるのは7年ぶりになる。大きくなって昔とは違う目線から見る新庄市は懐かしいようで別の町のようにも見えて、なんだか不思議な感じだ。なるほど。僕が今日から転入するのは名門男子校、私立バラモン高校超すげえ名前だな。なんでも県内トップクラスの猛者が集う男子校らしくて、何事も人並みなことに僕にはやっていけるがちょっと心配だけど、男子校という新しい環境で一体どんな毎日が待ってるのか楽しく大丈夫、君これから男と恋愛することになるんだよ、この春。なんで、あ、びっくりした勝手になんかスキップされたと思った。この春待ち受ける新しい環境への期待に僕は胸を膨らませていた。なるほど、この若干右と左にあるこの枠枠長期なんだけどということで始まりました、学園ハンサム。まずはどこに行くんだっけ。なんかいきなり選択肢来たんだけど、何を攻略しようというか、なんかこの左右にある枠のキャラクターが多分恋愛対象なんだろうな。どれにしよう。まあ、適当にまず校内探検でもしてみようか。職員室とか行ったけど、多分先生と恋愛することになる。一発目から先生と恋愛するのはちょっとやだな。男子校って本当に男子しかいないんだな。そりゃそうだろ。当たり前だけど、なんだか不思議な感じだ。あれ、お前、じゃないかお前、なんつった今。君は、早乙女拓也、ウニヤマウニ太郎これさ、どっちを選ぶかっていうさ、どっちも選びたいよね。なんか普通に住みたい方と、ふざけたい方があるんだけど。ちょっとふざけてみようかな、一回。あ、ちょ、一回目はちゃんとやるか。そうだよ、久しぶりだな。お、会ってたのか。またこの町に越してきたのか。そうそうそう、越してきたんだよ。お前、2年 B 組？おでもだよ。お前とまた会えるなんて嬉しいよ。よろしくね。よろしく。いたいた。お前、だよな。ちょっと待ってね。ちょっと待って、今ね。あの、うざいやつが来たから今。うざいラインが来たから今。お、いたいた、お前。ちょっとうるせえこいつ、なんで。お、いたいた、お前白状ホワイトだよな。うん、誰だこれ。俺はお前のクラスの担任、サイオン知ってる彦。サイオン知ってる彦。さ、将来始めるぞ。普通にイケメンだね。お前ら、席につけ。おお、なんか普通にイケボなんだね。ちょっと待って、一回カットするわ。
はい、オッケー。なんかすげえ使え、すげえ回転した。お前ら席につけから始まるね。新入生の紹介をするぞ。今日からお前らの仲間になる。うーん、くんだ。みんな仲良くするんだぞ。さすがに読みづらいよな、さすがに。よろしく、ちょまでお前何、お前ムードメーカーみたいな。さおとめ、お調子者だな。あ、一応ね、なんかあの通知みたいなの来ないようにちゃんと設定したんだけど、 LINE がちょうど来るようになってたからちょっと直してきました、さっきのカットでね。あ、なこれ飛ばせないよ今の。しかし久しぶりだな。 何か始まるのかと思った。全然始まらなかった。お前が転校したのが小4の時だから7年ぶりかな。7年ぶりなんだな、小4か。へー、ここがお前の家か。今日は家の手伝いがあるから今度遊びに行かせてくれよな。じゃ、また明日な。お、またな、拓也。うん、また明日。まさか拓也と再会するなんて楽しい学園生活になりそうだ。ただいま。お兄ちゃん、おかえり。お、お、お、この子はユウ、僕の妹だ。ねえねえ、聞いて。今日学校で3人の男の子に告白されちゃった。お前、俗に言うリア充か、お前。お前、その年リア充は、ちょっと、あれだぞ、恨まれんぞ。待って、お前、クソなんだろ。どうせみんな振ったんだろ。だってユウ、子供には興味ないんだもん。どういうことだよ。お前何歳だよ。ねえねえ、お兄ちゃんが転校したのって男子校なんでしょ。うん、イケメンがいっぱいいるって噂に聞いたけど。まあイケメン、連れてってよ。イケメンちゅイケメン、なんか俺にはその基準がよくわかんねえんだけど。ダメに決まってるだろ、大体お前みたいな子供がいても相手にされねえぞ。そんなことないもん。ユウの美貌は全人類を虜にしちゃうんだもん。その自信はどっから来んの。やれやれ。これで何、その夜僕は夢を見た。何、誰かが僕の名前を呼んでいる。一体誰だ。レレレレしか言えない。目覚めろ、何だこいつ。その声の主は姿を見せなかった。一体何だったんだろう。何だったの本当に。何だったの。行ってきます。ふう、なんとか今日も遅刻せずに済んだぞ。遅刻はしちゃダメだぜ。誰だ。おお、金髪。もうなんかどう見てもチンピラ感あるわ。あなたは。俺はジロー、この学園の校長だ。よろしく。よろしく。その上のそのジャケットの下にピンクのなんかさ、シャツ着てっけどさ。その何、マッチしてるそれ。うまくマッチしてんの。結構つかめだが、何か問題はないか。特にないんじゃないか。この学校で聞きたいことがあったら教えてやる。その幼馴染のタクヤ君も言うしね。お、何か聞きたいこと。この学校の歴史、校長のプロフィール。最近残尿感が。これさ、どれを見たいかさ、すげえ悩む。校長のプロフィールか最近残尿感が強い件がいいんだよ俺。校長のプロフィール聞いてみっか。俺はフルネーム夏目次郎。夏目次郎っていうのね。バラモン高校の5代目校長。5代目。生徒たちが豊かなボーイズライフを送れるように日々奮闘しているぞ。なるほど、すげえいい校長だ。2月6日生まれの水亀さん。好きな色は黄色。好きな食べ物は魚肉ソーセージ。好きなタイプは包容力のある人。好きな FF は6。好きな FF は6。好きな色黄色だったら全部黄色にすればいいの。ピンク入ってるよ。周囲の人気者だ。よろしくな。自分で人気者言っちゃってるからな。朝礼の時間か。何かあったらいつでも校長室に来い。おお、わかりました。相談に乗るからな。オーケー。それとセーブしたくなった時も俺のところに来るんだぞ。うん、いつでも待ってるぜ。わかりました。ここでセーブするか。おお、いきなりセーブできるのか。じゃあセーブちょっとしてきます。オッケー。まだな、次郎ちゃん。これから抜き打ちテストをする。お、普段ちゃんと宿題をやってるやつなら簡単な問題だぞ。じゃあ始めるぞ。始めるか。ひえー、ちゃんとできるかな。これまだ誰のルートにも入ってねえんだろうな。もう他テスト何もやってねえぞ俺。今朝の抜き打ちテストの答案を返すぞ。30点以下だったものは。うわ、30点以下か。30点以下俺多分できるぞ。お、はいはい、34点。おー、ぶんねー。何これ、俺結構頭悪いんだな。なんとか30点を超えたけど、ちゃんと勉強しなきゃな。ちゃんと勉強しようぜ。よう、お前テストの結果どうだった。お前なんかちょっと喋りが面白いわ。お前ゼロ点かよ。お前普通に何ちょっと。おちゃらけてんで。お前ゼロ点だいぶやべえぞ。
よくゼロ点取れんな。変だったよ。まあ、いつものことだけどな。いつものことなの。勉強しろよ。タクヤは相変わらずだな。それでもそんなに笑っていられるなんてある意味羨ましいよ。お前これから用事ある、うん、今日も一緒に帰ろうぜ。今日もってことは最近いつも帰ってんのか一緒に。なんだ、え、てめえ舐めてんのか。迫力のねてめえ舐めてんのか。おお、おお、割れてんぞ。おい、あ、血まみれだろ絶対。いやー、またあいつかよ。ああ、これがあの右上と左上にいるあいつ。あいつ3年 C 組の三剣咲也。三剣咲也、名前はかっこいいな。しょっちゅう校内で喧嘩してるんだよ。右上と左上を見る限りだとすげえ言いがかりをつけてやりたい放題。この学校じゃ有名な問題児だよ。お前も気をつけろよ。なるほどね、問題児ってヤンキーか。へえ、この学校にもあんな不良がいるのか。怖えな。ただいま。あれ、誰も帰ってきてないのかな。シャワーでも浴びようかな。おっとな、これなんかサービスシーン。やっぱサービスシーンかこれ。おお、それシャワー入る格好っつうか。何お前、なにディスコみたいなっての。これディスコだっけ。なんかあのバブル時代のやつだよね。もうお兄ちゃんたら誰か入ってることくらい確認してる。いやいやいや、お前ユウの裸が見たくてわざと開けたの。いや、まずこれユウの裸。お兄ちゃんたらスケベなんだから。はい、はい、悪い悪い、今度から確認するよ。なんだったの今のは。あれ、気持ちよかった。普通に風呂入ったのお前。ねえねえ、ユウの裸どうだった。さっき何してたお前。いや、どうとも思わないけど、うん、そんなこと言っちゃって超セクシーだったでしょ。いや、今度久しぶりに一緒にお風呂に入ろうよ。ユウのセクシーボディを存分に見せてあげるから。いや、存分に断ってやるわ。だからなんで妹の裸でちょっと興奮しなきゃいけないんだよ。わかったわかった、行ってきまーす。エイプリルだから、4月4日か。おはモーニング。今日もいい朝だな。おお、こんな朝はジローちゃんのドキドキ星占い聞いていかないか。当たるのか。よく当たるぜ。本当か、聞いてみようかな。今日のヌーンベリベリハッピー。マジか。予想だにしない出会いが待ち受けてる。本当に冷静な対応を心がける。すげえ、音声が消えたんだけど。ラッキーアイテム、悪いこと来そう。青い消しゴム。ラッキーアイテム、青い消しゴムで、こっからが何、誰かと出会うイベントが発生するのか。そうですか、ありがとうございます。ここでセーブするか。セーブしていこうかな。オッケー、またな、うん、今日も元気にゴーゴーゴーだぜ。オッケー、元気にゴーゴーゴーだぜ。オッケー。校長先生、今日はテンション高いな。どうしたんだろう、なんだろうな。まさかもう俺のこと好きだろうか、知んないよね。さて、1時間目の授業何だったかな。あれ、教室に誰もいない。なんでだ、なんで。ああ、そうだ、今日の1時間目は家庭科室で調理実習なんだった。すっかり忘れてた、急がなきゃ。わお、普通に危ねえな、こいつ。うわBGM。 そんなに急いでは危ないですよ。なんでそんなに急いなの。おいお、そんなに急いだらダメないですよ。なんかこれあれだな、右上から2番目パーティーンだな、これ。おい、ほら、顔、存分に顔投げよ。すみません。やれやれ、服にホコリがついてしまった。君は新入生ですね。怖えな、こいつ顔。この学園の生徒会長、鏡レンジ。鏡レンジ、名前かっこいいな、みんな。僕にこのようなブレを働いたら、早乙女拓也。早乙女拓也、なんか普通だな。で、お前、名前かっこいいけど、なんか、顔怖えよ、めちゃくちゃ。なんかやらかしたか、お前。お、そう言ってから去っていった。今の人が生徒会長か、鏡レンジ、厳しそうな人だ。なんか厳しそうだね。うん、学食行こうぜ。行かねえよ、お前となんか。あ、うん、行くしかねえのか。そういえば、うん、部活はどうするんだ。部活か、部活何やればいいんだろう。あ、すっかり焦ってた。タクヤ部活入ってるの。いや、俺は家の手伝いがあるから帰宅部だよ。あ、うん、中学の時なんか部活やってた。部活か、うん、もうね、あれだよ、最強のやつやってたよ。中学の時は帰宅部みたいな将棋部に入ってたけど。ってことは何、将棋部だけど全然将棋してないでそのまま家に帰ってたんだな、お前。特に将棋好きじゃない、そう、将棋好きなわけじゃないし、この機会にスポーツでも始めてみようかな。いいんじゃないか。何部？そうだな、サッカーとか。いやいや、将棋部からの帰宅部がいきなりサッカーってどうすんだよ。ん、なんだ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 、怖
怖え顔。道のり昨夜だ。やばいな、なんかグーパンしてきそうなんだけど。超怖いんだけど。なんだ。なんかこっちに向かってきてないか。来てるよね。そんなまさか面識もないし。地形よ。なんだ。本当だ、こっちに向かってきてる。一体なぜ？マスカ目をつけられた？殺される。なんだこいつ。お、おい消しゴム。消しゴム落としたぜ。声似合わねえ。声かっこいい。そう言うと彼は颯爽と去っていった。なにあの人。ヒヤヒヤしたぜ。喧嘩かけられなくてよかったな。なんか普通にいい人そうだけどな。三剣咲夜実はいい人なのかもしれない。なんかいい人そうだよね。消しゴム拾ってきたんだぜ。起立で、はい、あ、多分加賀美レンジとぶつかった時に消しゴム落とし、さらに消しゴムをあの咲夜が拾って届けに来てくれたって感じか。さよーら。あ、そうだ、うん、掃除が終わったら生徒指導してこいよ。なんで。ちょっと話があるからな。おお、いきなり退学にすんなよ。おう、はは。いおい、お前何やらかしたんだよ。何もやってねえよ。あいつアウトドア業種だから気をつけるよな。なんだって。俺先行くぜ。そうなん。じゃあな。じゃあな。ウケる。なんか今、ウケるって聞こえたんだけど。何も悪いことした覚えはないけど、なんだろう。転校したばっかりだから様子を調べるとかかな。なんだ。さてどうしようかな。校長室。いきなり校長室行ったっけ。終わっちゃうぜ。一回生徒指導室行ってみよう、ちゃんと従って。いきなり退学でゲームオーバーとかなりそうだかな。ここが生徒指導室か。失礼しまーす。え？ちょっと待って。お前誰？ひげ生えてたっけお前。目も違うくね？唯一あってんの髪の色くらいだろ。先生が夕日を眺めている。その横顔はまるで三日月のように美しかった。なんだそのひげ。何見せんだよ。お、よく来たな。そこに座れ。はい。俺が授業より大切なことを教えてやるさ。やるさ。やるぜ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 。エコーがかかった。一体どんな指導が待ってるだろう。そんなに緊張しなくてもいいんだよ。お前疲れてるだろ。そんな疲れてはねえけど。したばっかでストレスが溜まってると思って。いや、俺にはタクヤがいるからそんなにストレスが溜まってねえと思って今日は呼んだんだ。いや、余計なお世話つうか。は？何ですかこれ。何ってサンバの衣装だよ。お前俺何させる気だよ。これをつけて踊れば気分も晴れるだろうと思ってな。さ、踊ろうぜ。はい。何これ。